大シェヌーテ、手のひらインセシェヌーテは、エジプトの白修道院の修道院長。彼は、東方諸教会において聖人だとみなされ、中でもコプト聖教会では、最も有名な聖人の一人である。シェヌーテは、紀元後348年に上エジプトの村、シェナロレットで経験なキリスト教徒の両親のもとに、生まれた。彼のおは別の著名なエジプト人の聖人で、 白修道院として今日知られているウェイジプトの修道院の創立者ある聖ピゴルであった。若年になり、シェヌーテは彼の父の羊の群れの世話をするのを手伝った。シェヌーテの彼の叔父の修道院への旅の途中で、聖ピゴルは幻を見た結果、彼を引き取り、後に彼を修道士にした。紀元後八十五年頃、彼は仲間の修道士たちによって、 白修道院の修道院長として、彼のおじの後を継ぐように選ばれた。彼がこの業務を引き継いだとき、修道院は30人の年老いた修道士が住んでいるだけだった。466年の彼の死の際には、修道院は2200人の修道士と1800人の修道上有し面積は元の3000倍を超えていた。上 エジプトでの人気と正統主義への情熱によって、シェヌーテは、アレクサンドリア協会の代表者として、紀元後431年のエフェソス公会議に、アレクサンドリアのキュリロスの同伴をすることになった。会議では、彼は、コンスタンティノープル主教ネストリオスを打ち負かすことを、必要とした聖キュリロスの道徳面でのサポートをした。その結果生じたネストリオスのアフミームへの追放は、 シェヌーテが公会議の参加者に印象を与えたことに関する証拠である。紀元後466年のエピプ月の7日、恒例によりもたらされた可能性がある短期間の病の後、シェヌーテは修道士たちの目の前で亡くなった。彼のお父典、ピゴルからシェヌーテは失素で厳格なパコミオス方式に基づいた修道院を受け継いだ。この光景によって、 門邸は少なくなり、おそらく拡大よりも縮小が促された。そこで、シェヌーテは、より厳格でなく、人民の周辺と背景により適した、より包括的な方式を実行した。この新しい方式には、新残者によって暗礁され、固守される制約という、特殊な制約文があった。この制約文は次のように読まれた。私は、神の御前、神の聖書で制約する。 私が私の口を持って話す言葉は私の証言である。私はいかなる形でも私の体を汚さない。私は盗まない。私は虚偽の証言をしない。私は嘘をつかない。私はどんな詐欺をも密かにしない。もし私が私が制約したことを破るならば私は天国を見るがそこには入らない。私がこの制約をその午前でする神は 私の魂と私の体を恐ろしい地獄で破壊する。なぜなら私は私が行った制約を破ったからである。ベーサによるシェヌーテ伝より制約の違反者は完全に修道院から追放された。これは古作人であった修道士たちにとって死刑に近いものとして考えられた。シェヌーテの修道方式のもう一つの興味深い特徴は 修道士として性別される価値があると決められるまでの期間、新参者が修道院の外で生活しなければならないことである。これは修道生活に熟達した後で修道士たちが修道居住地から離れて生活することを許したニトリアの修道方式からは奇妙に見えた。シェヌーテは、また、祈りと礼拝の他に、 修道院内でのニトリアの修道士たちがさらされていたものよりも様々な作業において修道士たちの時間を利用した。縄編みと籠みを別にすれば修道士たちは麺の紡ぎや仕立て、天の栽培、なめし、靴作り、書字と本作り、大工作業、金属、陶器作りに携わっていた。すべてにおいてシェヌーテは彼らの古い職業で、 修道士を雇用することを可能な限り試した。このような活動のために修道院に約52平方キロメートルの土地を占めた広大な複合体が作られた。修道院の指導者としてシェヌーテは修道士たちの敷地の必要性を認識していた。そこで彼は彼の僧侶と二層に本を読むことを課し、写本を作る技巧を追求することを彼らの多くに奨励した。 これは、修道院をより所属したい場所にさせ、結果的に、追放の脅威をより苦痛にした。彼の弟子である聖、ベーサが表したとされる聖、シェヌーテ伝では、シェヌーテが貧しい、エジプト人古作人を助けるいくつかの出来事を物語る。ある時、彼は、アフミームに、彼が、貧者に屈曲していた弾圧のために、異教徒を懲らしめるために行った。 またある時は、彼がパネレウの異教徒の地主たちが、彼らの腐ったワインを買うことを余儀なくされている、小作人たちの悲しみの原因を排除するために行動した。他には、彼は、プソイの捕虜たちのブレミュアへの戦士たちからの自由を求めるために、自分の命を危険にさらした。彼はまた、権力者、ビサンチン皇帝テオドシウス一世にさえ、農民を代表して訴えた。 要約すると、シェヌーテは完全に彼の人々の悲惨さを認識し、彼らの誠実な提唱者及び大衆の指導者として活躍した。シェヌーテの著書について話をすることは、コプト文学の全盛期を議論することと同じと言っても過言ではあるまい。彼は、広範かつ深遠な知識を示しながらも、彼の時代の学者的な修士法の入念な研究に基づいた文章を使いながら、 基本的には彼独自の独特なスタイルで著述を行っている。これらの著作は恐怖の著作の典型的な特徴である聖書からの無限の引用で装飾されている。聖書は援助が必要な時に引用された。こうしてシェヌーテは驚くべき精度でこれらのパッセージを用いるといった驚異的な記憶力をも示した。シェヌーテの知識はエジプトの僧侶の大多数の場合のように聖書に 限定されなかった。彼はコプト語とギリシャ語の両方に堪能であり、かなりよくギリシャの思想と神学に精通していた。彼の文章におけるギリシャ語形借用語の多様は後半かつ洗練され、それは間違いなく彼の生活環境から生まれたものではなかった。彼はまたアリストテレス、アリストファネス、プラトン学派の著書、 さらにいくつかのギリシャの伝説の知識を検持した。彼は確かに聖大アントニオス伝と彼の説教集のいくつかのような聖アタナシウスの著作のいくつかを読んでいた。シェヌーテはまた聖大アントニオスの手紙、聖パコミオスのいくつかの手紙、そして最も可能性が高いのはエバグリオスの作品のいくつかを知っていた。彼の知識はさらに、 アルケラオス行伝とトマスの福音書のような人気のある非聖書聖典のテキストに広がっていた。セイシェヌーテの著作は4つのカテゴリーに分類できる。セイシェヌーテの文学作品のより多くの識別が行われると彼のコプト語文学への貢献は従来想定されていたものよりもさらに大きいということが判明した。一方で、 彼が修道院のものだけでなくより広範な主題を扱ったことが明らかになってきている。これは彼の文章、彼の精神、そして彼の道徳的、国民主義的行動の進学的な文字のより良い評価を示唆している。一方、彼は宗教的な分野での文学活動を含めることを受け入れた。彼は所与のスタイルと関係なく単なる書面での指示として、 宗教的な文学を扱う傾向があったパコ、ミオス方式から離れていた。彼は、さらに明らかに彼の時代の学術的、ギリシア州時報の入念な研究の産物である、スタイルを発展させた。このような知識は、彼が完全にギリシャ文化を拒否した熱狂的な、エジプト人だったとする神話を払拭する傾向にある。聖シヌーダ修道院、ニューサウスウェールズ州、 オーストラリア世界中の手のひらインセイシェヌーテにちなんで命名されている4つのコプト聖教会の修道院。また、イギリス、カルスドンには、聖マリア、聖、シェヌーダコプト聖教会がある。ありがとうございます。